どれだけの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳、見えなくなった星を探し、忘れられたら幸せだったとしても、この空が輝くわけを僕たちはきっと忘れてゆく。聞け命の鼓動を、登録完了。階級は少尉、地球連邦軍所属。特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称キャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください。小隊長、すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。まだ夢の中にいるの？もしもし、オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感、このオデッサ戦線で自分たちの運命を。歴史を変える何かが起きたことをキャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけてくれ。この先、曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。
ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ、小隊長。ロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ、小隊長。特殊格闘やってみろ。特殊格闘。飛ばしすぎたか。ジャック撃破。すごい、小隊長。まだ来る。小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。テリア落ちる。深すぎた。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ。ザッザッ。投げ切り、お見事、投げ切り。ザッ。2号機、3号機の援護に回って、小隊長。テリア！敵モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。
全滅。小隊長、撤退を。カプマルセル、無理。撤退無理。こりゃ、覚悟を決めるしかねえか。みんな、リペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだ動く。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、狙撃しろ。ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立光線機械化技術支援小隊、ヤガーロード隊。おかしい、このオデッサンは連邦軍が私たちしか存在していない。プリマス、そこだ。なんだ、冗談だろ。大量、大量。どこにこんな戦力が。電気、撤退を。小隊長、危ない。緊急ブレーカー薬、実行。宇宙世紀 0079 オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後で。ブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、起動します。アムロ総長は。奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの。はい、落ちてる。飛び出す。その間にタンクをやれ。は、はい、ダール隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめを。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を打ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ナルタイって、ランバナルタイ。どうやって防止したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースで。小隊長さん、どんどん進んで。ダル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたから。くそ、
まだか。敵のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です。支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。お前たち、ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。邪魔じゃない。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺にはわかんない。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。行け、この動きだ。当たれ。くそ、殺しや。テリア、邪魔だ。問題ない。邪魔だな。どうした、バルバトス。俺だ。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊の武具を呼び戻せる。そうよ、消えたラルタイヤ、ザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。Thank you.
私だけよ。あとはいつの間にかこの謎なことばかり言う謎の子が運転してたのよね。ちなみに運転だけじゃなく整備なんかもできるよ。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロくんだけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの？残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの？落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの？未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル大尉はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、それよ、パニクってる私たちと違って初めからずっとそうだったみたいに。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰？所属はどこ？連邦軍？ジオン軍？私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの？うーん、じゃあ SACRA だからサクッと、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな？最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハローサクラ。ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだのブレイク現象だの悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明。シミュレーション、まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね、ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム、ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも初
小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。ああ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、ヌ姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。
他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンナップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロー操作しろユノ。私たちは知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。